マスカットは、西アジア、オマーンにある都市、都市圏で、同国の首都。オマーン湾に臨むオマーン最大の港湾都市で、政治、経済、文化、教育の中心。なお、マスカット市自体は、人口2万人と非常に小さく、同盟の行政区が、マスカットとして機能している。都市圏には、スイーブ、バウシャル、ムトラなどを含み、 面積は3800平方キロメートル、人口は77万5878人と、国内最大級のものとなる。一方のマスカット市は8.1平方キロメートル、2万272人で、ある。古代ローマ時代の学者プトレマイオスが記した、マップオブアラビアには、クリプトスポーチュスと、モスクポーチュスの2つの地域が定義されているが、2つの、うちどちらが、 現在のマスカットと関連があるかについて研究者の意見は分かれている。2世紀に活躍したローマの歴史家アッディアノスの著書にはオマナとモスクという地名が見られる。アッディアノスの著書の翻訳を行ったウィリアム・ヴィンセントとジーン・バティスト・ブルギニオン・ディ・アンビルはオマナはオマーン、モスクはマスカットを示していると結論付けた。 博物史の著者であるダイプリニュースが言及したアミツスキュータという地名も現在のマスカットを示していると考えられている。マスカットの語源については諸説分かれている。第一次世界大戦当時のマスカット港とシュガイマスカットは中東でも最も古い都市の一つである。その存在は西暦2世紀にはすでに知られており、 アラビアとギリシャやローマをつなぐ貿易都市であった。中世までは西のソファールが重要な交易地として繁栄し、マスカットは船舶の補給地となっていた。オマーンに上陸した初期の外国人としては、ポルトガルの探検家、バスコダガマがいる。ポルトガルの軍人アフォンソでアルブケルケがマスカットに上陸した時には、 マスカットはすでにアラビア半島沿岸部の中心的な港湾都市の一つになっていた。1508年にポルトガルはマスカットを征服し、町の発展が始まる。ポルトガルによって港が整備され、砦と旧市街の建設が行われる。ポルトガル来港以前からマスカットに存在していたミラニーリデとジャラリーリデは改修され、丘陵地に マトラトリデが建設された。1650年、ヤーアリバーサのイマームであるスルターン・ビンサーイフが、ポルトガル勢を打ちまかし、マスカットを奪回する。その後、ヤーアリバーサはマスカットを拠点に、東、アフリカをはじめとする、インド洋全域に進出し、マスカットは、オマーン海上帝国のようとして繁栄する。 18世紀に、ブーサイード朝は首都マスカットへ移転し、インド洋交易の中心となる。サイードサイードの時代に、王国の中心はザンジバルに移り、さらに彼の死後、1856年にオマーンとザンジバルに国土が分割されるに及んで、マスカットは、急速に衰えた。1870年代には、オマーン国王トゥルキー・ビンサイードに敵対するオマーンの、 豪族が二度にわたってマスカットを攻撃した。1895年にはザンジバルのスルターンに交往するオマーンの主要部族によってマスカットの応急は一時的に占領される。その後、石油の発見並びにオマーンの成長に伴い1970年のカーブース・ビンサイードの即位後から再び首都として発展する。 石油の収入によって街の再開発が行われたが土地が狭く発展の余地がないオールドマスカットとマトラ地域に変えてバーティナ平原方面の開発が進められた。バーティナ平原にはマスカット国際空港、ルサイル工業団地、スルターンカーブース大学などの施設が建設された。カーブースの方針によって新たに開発された市街地には 他の GCC 諸国のように高層ビルが立ち並ぶ風景は見られず伝統的なアラブ様式に基づいた建物が並んでいる。コルニーシュの風景マスカットは天然の良好として知られ港の周囲を岩山に守られている。ペルシア湾の出入り口に位置するマスカットは戦略的に重要視され軍事拠点とされている。マスカットにはショーマスカットと呼ばれる オールドマスカット、ムトラ、ルイの三つの市街地がある。岩山に囲まれ、増加する人口の収容と発展に、限りのある、オールドマスカットに変えて、港湾機能と流通機能が、ムトラに移り、近郊のルイ、ワッタヤ、クルム、スルターンカーブースシティに、新興住宅地や商業地が形成された。オールドマスカットと周辺の都市は、 拡大マスカットと言える都市を形成している。マスカットというと本来オールドマスカットを指し、旧市街と新市街は城壁によって隔てられている。旧市街には、アラム宮殿、ポルトガルの支配時代に完成した、ミラニートリデと、ジャラリートリデが立ち、夜間になると、アラム宮殿、ミラニートリデジャラリートリ出は、ライトアップされる。州庁は、宮殿と、 同じく旧市街に建てられているが、省庁は新市街に置かれている。オールドマスカットの港は現在は使用されていない。ムトラマトラ、マトラフとも言う。オマーン最大の港である、スルターンカーブス港がある、港湾地区。オールドマスカットの北西部に隣接する港町として、形成され、かつては小規模ながら、オールドマスカットの積み荷を国内に向けて出荷する。 商人で賑わっていた。ムトラ内のラワティアには、インド系の商人が多く居住する。オマーンサイコのスークの一つである、マトラスークや、コルニーシュの美しい夜景が有名。コルニーシュは、中級のホテルや安宿が密集する地域としても、知られている。類イイリクにある、マスカット随一の商業地区。ルイハイストリートには、商店が立ち並び、電化製品、香水、 時計などが売られている。中央郵便局や安徳バスターミナルなどがある。マスカットは砂漠気候に属し、長い酷暑に襲われる夏と温暖な冬の二つの季節がある。4月から10月にかけての気温は非常に高く、平均気温は40度に達し、最高気温が50度を超えることもある。また、海に面しているため湿度も高い。一方、 11月から3月にかけての平均気温は20度前後と過ごしやすい。主な空港としてマスカット国際空港が都市から4 0トルほど離れたところにある。オマーニエアをはじめとして多くの国際便が収益している。この他に港湾があり高速道路も発達している。市内の公共交通機関は鉄道がないためバスとタクシーが中心である。 ルイのアルイコールジャームストリートにあるアントク、バスターミナルは国内外の都市に向かう長距離バスの発着地となっている。2010年アジアビーチゲームズ開催のため、あるムサナスポーツシティを建設。2001年5月にオマーン最大のモスクであるカーブスオーダイモスクが建立された。マスカットにはモスク以外にキリスト教徒の寺院も存在する。ありがとうございます。